なチャンネル。はい、どうも、あ、どうも、東京、どうも、イエーイ、めっちゃ掘りたい、ありがとうございます。今ね、トイストーリー4見ちゃったよ。やべえっすね。あのね、俺、1から、パート1から、こう、ずっと、4でしょ、今日。ね、今日じゃない、今回ね。4までずっと見続けてるのってね、珍しいんですよね、映画とかで。あと1個あるとしては、ミッションインポッシブルぐらいですね。あとは、ちょっと残念ながらずっと見続けてるものは今んとこ、ちょっと思い浮かばない。あ、ランボーは見てるかな。でもランボーもだいぶ前に終わってるしね。ねえ、だからさ、ネットとかではね、方がね、最悪みたいなね、ちょっとありえないみたいなね、感想も結構あったりするんですけど、俺はね、もう、正直、悪くなかったと思うんですけどね。全然、今回ね、脚本の方がね、違うらしいんですよね。まあ、それもあってなのかちょっとわかんないけど、なんて言うんだろうな。ウッディがね、これネタバレとかあんま良くないと思うからね。ウッディのね、最後の選択みたいのが、ちょっと、なんでよ、みたいなね。だから、今までの、もう何ハッピーエンドでいてほしい人と、俺はおじさんだからわかるのかな。もうなんつうんだろうな、もうなんつうんだろう、もう大丈夫なのよ。お家がね、お家、おもちゃのね、持ってるね、子供っていうの、ウッディがいなくても全然みんなでやっていけるのよ、楽しくね。そしたらね、やっぱ、ボニーか。ね、3でボニーに変わったんですよね、持ち主が。で、ボニーはもう、正直、ウッディがなくても、みたいなところ。だからもう、お父さんだよね。娘たち巣立っちゃってすることね、みたいなね。なんかね、わかるんですよ。そしたら、なんか、なんていうんだろう、新しいキャラクターみたいなのもいて、なんていうのかな、この、ホーキーってやつかな、作ったってやつね。そういうのとか出てきて、やばい、ちょっと泣きそう。だね、やっぱ結局ね、アンディを引きずってるんですよね。まあ、だから、なんつうんだろうな、ちょっとね、今までのウッディでいてほしいっていうのもわかるんですけど、いろんなおもちゃたちに、なんか、こう、みんな、アンディみたいな人のところに行ってほしいみたいなのがあるんじゃないのかな、っていうね。気が。で、4のね、なんか、良かったなと思うとこは、毎回ほら、悪役みたいなのが出てくるじゃないですか。悪い、ね、キャラクターみたいなね。でもね、その人もね、結局ね、なんか、ね、いい人になったかなっていう感じで、終わっていく。今まではなんかほら、やっつけてこんなになっちゃいましたみたいなのがあったけど、なんかね、それもなくね、ハッピーエンドで良かったんじゃないかなっていう感じがしますし、まあもうなんか続編なさそうな雰囲気もあるけれども、でも、ね、9年ぶりのにあったおもちゃっていうのがね、出てくるんですけど、それ、あるから、まあ、最悪続けようと思ったら、ウッディがやーって帰ってくればいいだけだから、まあまあ、どっかでね、またたまたま会うみたいなね、そんな感じ、なんかあんまり良くなくないこれ。ね、そういうのもあるかもしんないしね。ただね、バズのね、彼女は大丈夫だっていうのがかっこよかったね。ね、なんか、そうだな、ね、ウッディもなんかこの、ね、愛だよね。愛があったなっていうね、その選択だから、なんつうんだろうな、永遠の別れではないなっていう感じの、なんつうんだろうな、ことっていうかな。なんか、こう、ウッディ自身のこのやりがいを見つけたみたいなね。なんか、この、何自分の、その、ね、持ち主がいない子供、なんか、おもちゃたちか。子供じゃないな。おもちゃたちに、みたいなね。なんか、そういう風に、ワイドな活躍をね、なんか、仲間のためにみたいなのが今まで多かったけども、まあ、なんか、広い意味で、おもちゃみんな仲間のためにみたいな
活躍ね、羽ばたいていったみたいなね、なんか見ていてなんか、あ、もう多分続編ないだろうなと思うけども、なんか爽やかな終わり方だなっていうね、感じがしますよね。だからあとはね、新しいキャラクターといえばね、俺はねあれが良かったな、なんだっけ、あのね、カブーン、カブーンいいキャラクターだったな、ね、かっこよかった、見た人はね多分ね、カブーンだけでまたできるんじゃない、作品がっていう感じがねしますよね。うわダメだ俺はみたいなね、ちょっと面白かったね、最後に飛ぶみたいなね、あんまり言うといけないのかね。あとはもうあれですね、チョコプラさんが声優としてすごいね、素晴らしいよ。なんかああいうのってほら結構ちょい役が多かったりするじゃないですか、なんかねこうゲスト声優としてみたいな、じゃなくてねちゃんと出てるっていうのがねやっぱねいいですね、素晴らしいですね。やっぱこのまたね芸人さんの幅がなんかねいろいろあるのかなっていう感じもするしね。なんかね、まぁ、あ、ちょっとなんつうの、バズライトイヤーがなんかどうしてもね、ちょっと脇役感がちょっとすごかったけども、まぁ、あ、まぁまぁ、でもね、良かったと思いますよ。そんな言うほどひどくなかったんじゃないかなと思いますけどね。なんか、あれですよね、めでたしめでたしで終わったと俺も思うけど、でもなんかそのね、ウッディの選択肢が嫌だっていう人が結構いるのかなっていう感じが。しますけど、なんか永遠の別れではないぞっていう感じが雰囲気しますけどね、なんかね。まあまあ今までも散々ね、ウッディはほら、いろいろね、この、なんかね、飛び込んでいってみたいなね、助けに行くためにみたいなね、どうすんのみたいなのは結局ね、なんか戻ってくるみたいなの多いから、まあなんか、そんな感じがしませんね。ね、保安官のバッジも、まあ、あんまりか、あれか、あれか、また、そうだ、あんまり言うとあれなのかな、ね、面白くなくなっちゃいますよね。まあ、見てない方で、まあ、興味ある方、なんかで、ね、賛否両論っていうのあるね、みたいなが多いみたいな話らしいんで、まあ、気になる方は見ていただけると、俺もね、だからね、こういうね、リサイクル屋さんとかをやってるじゃないですか。そうするとほら、どうしてもなんか悪役的な感じで出てくるんでしょ、なんか。なんかおもちゃにとっては良くねえ場所みたいな雰囲気になってんけど、いやーでもね、そうそうそう、なんかねもう欲しい人にこうね行ったらそれはそれでいいんじゃないかっていうね、いう感じでね正当化してますか、捨てられるんだったらっていうね、ちょ喜んでね、持ってる人のところにね、持ちたい人のところに行けばいいのにななんてちょっと思ったりとかして、まあまあ俺はそんなね高額なこうね、やつでやってたりはしないので、まあ、ちょっと、まあね、とは思うんですけども、はい。というわけでですね、トイストーリー 4! 俺は面白かったっすよ。もう5 とかも多分期待しない方がいいと思うし、まあ、あるとすれば、まあね、帰ってきたみたいなのあるかもしれないけど、でもそこはちょっとあんまりやらない方がいいのかなっていう、この今のまま終わった方が綺麗かなっていうね。感じもしますね。世界へ飛び立ったウッディみたいな感じがちょっとするけども。いいんじゃないかなっていうね。あんまりこれだ、これもうさ、ね。ということですよ。はい。まあ、とにかくこれは良かったよ。良かった。これはいいと思う。と思ってね。はい。レンタルで見てすいませんね。そういう割にはね。劇場とかね、行けねえっす。泣いちゃうから。結構ね、結構序盤でね、このね、見返りのない感じがね、で、頑張っちゃう人とか見るとね、ちょっとね、けなげでちょっとね、泣きそうになるんだよね。子供とかと一緒なんだよね。なんか、こういうことをしたらこうなるだろうとかさ、こういうことしたらこういうことしてくれるだろうみたいなさ、あ、そういう考えがなしで頑張るのよね。そういうのちょっとやっぱりね、でね、俺はね、やっぱりね、吹き替えなんだよ、これ。他の、ね、映画は、吹き替えではほぼ見ないんですけど、トイストーリーだけはね、やっぱね、吹き替え。どうしてもね、唐沢さんと、所さんのね、この声じゃないと、ちょ、トイストーリーの気がしない。もう俺は。そしてあの歌。俺はついてるぜ、っていうね。あの歌ね、もうなんかね、日本語じゃないとトイストーリーダメなんだよね。って気がしちゃうけど、トイストーリーだけはね、ちょっとね、これ、ほんとね、まあ、もちろん、ミッションインポッシブルはもう字幕の方なんですけど、
吹き替えで見るってなかなかねえんすけどね。でもね、あの声がね、いいわ。ね、まあ、そんな感じで、長くなりましたけれども、トイストーリー4良かったよって、良かったぞっていうことでね、見てない人はね、まあ、1から見ていくみたいな感じでね、もういいですし、まあまあ、テレビとかで散々やってるからね、4を見てない人は、まあ、ちょっと見たりすると面白いんじゃないかなってね、どっちになるかなって今まで見た人はね、あのね、3の感動を返せっていう人とかもいるみたいだからね。いや、でも、それはもう成長につれてだと思うよ。子供いたりするとそうじゃん。うん。やっぱちっちゃい時に遊んでたおもちゃってもう、やっぱほら、年齢的にね、遊ばなくなるしね。と思うんですけどね。どうなんでしょうか。うん。まあなんか、ウッディにお父さんを感じたけれどな、俺は。うん。ね、まあ、どうなんでしょうか。皆さんは、見てね、思うとこあったら、コメントいただければな、と、別にこのね、いい悪いでこう論争しようなんて気は全くないんですけど、まあ、その気持ちもわかるよ、と思います。俺はね、思うとね、そういう、なんだよっていうね、気持ちもね、わかるんですけど、ただ、なんか、ウッディはもっとね、たくさんのおもちゃのね、味方になってもらった方が、なんか、おもちゃのためにはいいのかなっていうね。まあまあ、それは、こういうこと言っちゃうと、ね、あんまりほら、いやーダメだと思いながら言ってしまうね、この感じ。もうほんとね、見た人とお話できたらまたそれはそれで楽しいからなんて思うんですけども、まあ、気になる方は、もう何回目これ。ね、トイストーリー4チェックしたらいいと思うよ。ということでね。はい、以上でございます。はい、どうも。東京ダマ。ありがとうございました。トイストーリーだけで10分以上喋っちゃった。ありがとうございました。さようなら。